クレープパーティーです。おお、ほんのり茶色くなったら火から下ろします。広がれー。だったらひっくり返して。さつまいもは皮をむいて 2,3 センチの厚さに切ります。1分くらい水にさらしたら大さじ1杯の水を加えて串を刺してスッと通ったら OK。 もう使うのか。そこにグラニュー糖を合わせて沸かした牛乳を少しずつ加えて混ぜたら完成。生クリームもホイップしましょう。つむぎちゃん、一緒にクレープ包もう。やる。今日は三角じゃなくて手紙みたいに包みましょう。できた。さつまいもクレープ完成。おいしい。さつまいもと生クリーム、なんか優しい味ですね。